すみません、読売新聞ですけど、はい、これもちょっと民権の件なんですが、奈良県の、予算がですね、否決されたということがありました。公認の、まあ、大阪外では公認の候補として初めて当選された、まあ、知事の下での、まあ今回初めての予算だったというところで、まあ、大変ちょっと注目を集めた件でしたけれども、この件、まあ、大阪幹事長としてどのようにこう受け止めていらっしゃるのかお願いできますでしょうか。はい、まあ、私はですね、こう所属してる、まあこう、まあ、所属してる政党が、まあ、議会で過半数を有しているので非常に緊張感あるんですが、それでも進めていくにあたってですね、まあ、議会の皆さんといろいろ議論しながら進めているところもありますけど、その選挙の内容やですね、まあ、その後の議会構成によってはやっぱり非常にしんどい思いをしている首長も多いところだと思います。これ山下知事に限らずですね、兵庫の斉藤知事も昨日なんかポストしてなかったから、いろんな思いを持って、もうこの予算議会というのはやっぱり非常に大きい議会ですから、一番緊張感が高い議会だと思います。そういった中で奈良の山下知事はですね、かなり予算審議も夜の10時ぐらいまでやったけど結局否決されたというふうには聞いておりまして、事案の詳細まではちょっと僕も把握しきれてはいないんですが、まあ、太陽光ソーラー発電の関連でその跡地活用に関してもうけんけんがくがくの議論になっていると思っています。いずれにせよぜひこう目指すべき姿、それでダメなんだったらやっぱ対案を示してですね、こうあるべきだっていうのをその住民の皆さんに示しながら議論を深めていただきたいと思いますし、まあ役所というのは提案側ですから、常にこう提案したときに審議いただいた際もですね、やっぱりそれはダメだ、こっちにすべきだっていう議論があるとすごくこう議論が深まりやすいので、奈良の、まあ、詳細まで今見れていませんが、もし何らかの、太陽光パネルの設置の部分がネックになっているのであれば、何か対案があったのかどうかですよね。で、それが住民の皆さんに示されたのかどうか、この辺はしっかり反対した側も示していただきたいなと思います。山下知事はしっかりポストでも発信はされてますし、考え方は発信してますので、じゃあ奈良の町をどうしていくのかっていうのを選択肢を持って住民に分かりやすい形で議論していただきたいと思います。